はい、皆さんこんにちは。頑張りマスタジオと申します。さて、撮影場所を変えてみました。今まではこたつテーブルにパソコンを置いてやっていたんですが、この通り作業用のデスクを買ったので、今回からこの撮影スタイルでやっていきたいと思います。さて本題ですが、先日日本一松田に詳しいブログを書いているタクツーさんのブログでこんな記事が上がっていました。 CX30 国内仕様のスカイアクティブ G2.0 にもマイルドハイブリッド採用との噂が浮上。またこちらのモビーさんの記事でも、マツダ CX30 にマイルドハイブリッド追加、7月の年会で e スカイアクティブ G 搭載化と、どちらも今年の CX30 の年次改良で 20S ガソリンエンジンモデルがマイルドハイブリッドを備えた e スカイアクティブに変更されるという話題が挙げられています。この話題に関してマツダの中の人にも聞いてみたんですが、答えづらそうでしたが、特に否定もしていなかったので本当のことなんだなと思います。この e スカイアクティブは CX30 のスカイアクティブ X モデルと MX30 にも搭載されています。 MX30 といえば、発売されたばかりの時に僕も試乗しました。走り出しが静かで加速感も良かった印象でした。ではこれが CX30 に搭載されることで何が変わるのでしょうか、ということで本日の動画は CX30 の年次改良で 20S ガソリンエンジンモデルが e スカイアクティブに変更される件について、メリットデメリットをお話ししていきたいと思います。さて、マイルドハイブリッドが搭載されることによるメリットデメリットについてですが、その前に CX30 と MX30 を比較していきたいと思います。こちらの表をご覧ください。まず CX30 の車体寸法ですが、全長 4395mm、 全幅 1795mm、 全高 1540mm、 重量は 2WD は 1380 から 1400kg、 4WD は 1460 から 1480kg。MX30 の車体寸法は全長 4395mm、 全幅 1795mm、 全高 1550mm、 重量は 2WD は 1460kg、 4WD は 1520kg となっています。車体寸法的には MX30 の方が 10mm 高いだけで、大きさはほぼ同じです。重量は観音開き部分のパーツやマイルドハイブリッドのモーター分、重量が 60kg ぐらい重たくなっています。また燃費は CX30WLTC モード 2WD が 15.4 から 16.2、 4WD は 14.8 から 15.6、 MX30 は WLTC モード 2WD で 15.6、4WD で 15.1 となっており、実は現状の CX30 の方がグレードによって燃費は良かったりします。ではここでメリット1、 CX30 にマイルドハイブリッドが搭載されることにより、現状よりも重量は重くなると思いますが、燃費は少し良くなるのではないかと思います。僕は CX30 ガソリンエンジンモデルに乗っていますが、乗る距離にもよりますが、正直燃費はいまいちなんですよね。でもマイルドハイブリッドになることで、おそらく多少ではあると思いますが、燃費が改善されるのではないかなと思います。また冒頭にもお伝えしましたが、 MX30 はマイルドハイブリッドの恩恵により、走り出しが静かで加速感がいいんですよね。それに対し CX30 のガソリンエンジンモデルは、走り出しが少しもたつく時があるんですよね。アクセルを踏んでいるつもりでも発進するまでにもたつきがあったり、かといってグッと踏むと進むんですが、回転数が上がってその分燃費が悪くなってしまいます。ではここでメリット2、 CX30 にマイルドハイブリッドが搭載されることにより、発進時のもたつき感が解消され、スムーズに加速してくれるのではないかなと思います。
正直 CX-30 に乗ってて不満点の一つだったので、これは非常にいいと思います。なので CX-30 がマイルドハイブリッド化することでガソリンエンジンモデルの不満点が解消されて完璧じゃんって思いますよね。しかしいいところばかりではないと思います。ここでデメリット。 CX-30 にマイルドハイブリッドが搭載されることにより、その分値段は上がると思います。まあこれは仕方ないですよね。モーター分部品が増えるので、その分値段も上がると思います。こちらのワンダフルカーライフさんの記事では66,000円値段が上がるのではないかと書かれています。またここにマツダ3の名前も上がっているので、この年次改良マツダ3にも適用されるようです。そして変わるのはエンジンだけではなく、一部グレードの仕様変更もあるそうです。これもワンダフルカーライフさんの記事からなんですが、中間グレードのプロアクティブツーリングセレクションが基軸となった展開になります。レザーシートの L パッケージが廃止、L パッケージが廃止されてプロアクティブツーリングセレクションのオプション扱いになるそうです。レザーシートをつけるとブラウン内装になり、シートカラーをブラック×チャコールレザー、ピュアホワイトで選択可能となるようです。またプロアクティブのグレージュシートを廃止、プロアクティブツーリングセレクションの質感アップ、プロアクティブツーリングセレクションにレザーシートオプションが設定される関係で、ホーンパッドリング、フレームレス自動防炎ルームミラー、グローブボックスノブ加色、グローブボックス内植毛加工、エンジンスタートスイッチリング加色、これらがプロアクティブツーリングセレクションに標準装備されるそうです。いやーこれは羨ましいですね。特にホーンパッドリング、フレームレス自動防炎ルームミラー、エンジンスタートスイッチリンク加速が標準装備になることはすごくいいと思います。僕は社外品でホーンパッドリング、フレームレスミラー、エンジンスタートスイッチリンク加速をつけたりしたので、嬉しい仕様変更だと思います。そして 20S プロアクティブプロアクティブツーリングセレクションのマニュアル設定を廃止、 20S ブラックトーンエディションにはマニュアル設定は残ります。これはマニュアル乗りの方には悲しい仕様変更ですね。ガソリンのマニュアルに乗りたい場合はブラックトーンエディションを選択しないといけないようです。その他 CX-30 マツダ3共通でフロントドアガラスのスーパー UV カット&IR カットが廃止というのもあるみたいです。現車は6月中旬頃に受注終了し、年次改良車は8月から9月に発売されるようです。もしマイルドハイブリッドはいらないから少しでも安くしたい、またマニュアル車に乗りたいという方は、現車が受注終了する前に早めにご注文されてはいかがでしょうか。ちなみにまだ公式で発表はされていないので、変更される可能性はあると思います。ということで、今回の動画は CX-30 の年次改良で 20S ガソリンエンジンモデルが e-sky アクティブに変更される件についてのメリット・デメリット、また一部仕様変更についてお話ししていきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思われた方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今日もお疲れ様でした。